はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、ネット上で見たんですけれども、まあ、中学校だったと思うんですが、正確じゃないのでごめんなさいね。えー、三者面談のようなことを、まあ、その担任の先生だったと思うんですけども、その方に保護者が申し入れてきたと。えー、その際、当然学校はねそういう日を設定してあるんですけども、平日はどうしても都合がつかないので、土日にできないかというふうに言ってきたと。 それに対してその先生、現役の先生なんですけどもね、教師にも営業時間はあると言って断ったというような内容でした。これに対して当初は、ね、批判的な意見が多かったらしいんですけれども、後半になってきてからはむしろ肯定的な意見が増えてきたというようなことが書いてありました。そこでですね私の YouTube チャンネルを、ね、視聴してくださっている先生方なら、どう答えるだろうかと。 と、えー、いうことでアンケートを取ってみました。今日はそのことについてお話をしていこうと思います。はい、えー、それではアンケートです、えー。平日では保護者懇談会の都合がつかないという連絡がありました。先生方ならどうしますかと。12月4日現在で136の回答がありました、えー。土日に特別に懇談を行うが2%。 夜遅くなってもいい平日なら良いと返事するが26%学校が指定した日時内に来てくれるようにと返事をするのは56%その他が16%という回答結果でした。 はい、えー、それでは書き込みもたくさんありましたので紹介したいと思います、えー、自分の子供の面談は何が何でも都合をつけますそうあるべきだと思います土日なんてもってのほかです、えー、何としてでも勤務時間内に終わらせます、えー、昔は夜まで延ばしましたがそれを一度でもしてしまうと後戻りができなくなるので、えー、厳しい言い方もしかもしれませんが教師にも営業時間がありますと言いたくなります、えー、これこの先生ですねあの 先ほどの話を、ね、ネットのニュースをご存じなのかなという,ふうに思いました。えー、保護者がかたくなに無理というならば電話で、もしくは連絡帳でやり取りします。それで保護者が苦情を言ってきたら時間を合わせてきてくださいと伝えます。えー、個人面談のことですかね 他人の判断では決定できませんが自分はケースバイケースの考えです基本は勤務時間内直接でなくてもよければ電話でですまた重要な内容であれば勤務時間外でも致し方ないという考え方で管理職の先生には指示をもらっていましたというような回答ですね、まあえー、と私の YouTube チャンネルの視聴の方は、まあ、できる限りといいますかね勤務時間内でという方が多かったです、えー、これ私ならどうするのかなと えー、若い頃のことをまず思い返してみますね。若い頃は保護者からそのような電話何本もありましたね。それ個人的に受けて、個人的に夜遅くまで残ってました。同僚の先生方もみんなそうされていましたね。えー、特に教員間で実はそれが多かったんですけれども、自分の個人面談を終えてから行くとなると、7時、8時になってしまいますよね。まあ同業者なので仕方ないや、なんてところがあったんですけれども、えー、まあやはりね、そうしてきたことが、 結局教師の働く時間を延々と伸ばしてきたことの縁の一つになっているというふうに私は思っています、えー、これからはやはりこういった部分を改めていかないとね、ブラックだブラックだといくら言っても解決はしていかないと思いますね、えー、今だったらどうかと私だったらね やはり勤務時間内にお願いしますと何か特別な事情があるんですかとそうならばまた管理職と、ね、相談した上で返事させていただきますというように答えるとこれがベストかなという,ふうに思いますね、えー、ちなみにですね。 まだまだね、私たちの働き方、考えなければいけない部分いっぱいあると思いますね。例えば、朝の登校時間ですね。子供は8時前後、あるいはもっと早く来るんですよね。えー、でも、教師の出勤時間って8時なんですよね。これでいいのかっていう問題は、ずいぶん前から言われてきています。やはり子供が来た時に、学校の中に誰かがいるっていうような仕組みを作っておく必要がありますね。これ、学校によっては当番性を引いているところもあるんですけども、えー、600名だとか700名っていう学校になってくと、 それでは対応できませんね。もし早く子どもたちが来るということを想定しているのであるならば、ね、教師の勤務時間を早めて、終了時間も早める必要があると思います。それからもう1つ、ずっと私も思ってたんですけども、朝のね、いさつ登ということで、勤務時間外の早朝に先生方が並んで挨拶をしています。これ、どうするんですかね、勤務時間外ですよね、明らかにね。そして、なおかつもう1つ。 本当に効果があってるのかっていうことなんですね、えー、自分が小学生だった頃にはこのようなことは全くなかったですでも挨拶はもっとできていました、えー、地域内での挨拶の量がねもう全然違ったと思いますねもう母親に連れられた 買い物にんかについていくと、ね、もう必ず地区の人とうちの母親がおしゃべりしますからそのたびにさまざまな人たちに挨拶をさせられましたし、えーね、やはりこれ学校だけで考えていく問題ではないというふうに私は思っています。それからもう一つね。 以前言いましたランチルームの話もしたんですけども、えー、教師は昼休憩が全くありませんこれ全然問題になってないんですけどもこれ大きな問題だと思いますね今は私はクリニックという、まあ、企業といいますか会社組織に勤めてますがきちっと昼休憩の時間はありますここでリラックスできるできない全然違うと思いますね、まあ、あですからこういった点は行政がね やっぱり率先して考えていただいて解決していただけなければいけないと思いますし私たち教師自身もねこれまで今まで通りというふうに続けてきたことを見直していく必要があるというふうに思いますはいご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録をお願いします